スノーキーこと小手川幸也です。 FX 初心者さんに向けたスワップポイント投資のやり方の例の動画シリーズです。南アフリカランド園の30万円資金でのスワップポイント投資のやり方の例をお送りしていきます。で、前回の動画公開から7ヶ月ほど経過しました。10万通貨あたりの買いスワップポイントが前回160円から今回191円まで上がっているので、リメイク版をアップロードし直します。元で資金30万円での例。このシリーズは FX 初心者さん向けなので、過去の動画同様におさらいもあります。この動画の191円というスワップポイントは、ライト FX さんが提供している通貨ペア、南アフリカランド園のライトペアの買いスワップポイントです。はい、この会社さんと限定タイアップキャンペーンやってます。そしてライトペアって何という方は、買いスワップポイントを他社と比較した、ものが分かる URL 貼っておきます。注意点はじめに、スワップポイントや為替レートは資料作成時点のものです。動画概要欄に追記っていうものがあれば、そちらご確認ください。コロナショック後、特に昨年から今年にかけて、他の通貨ペアがですね、数十年ぶりの高値水準のものもある中、南アフリカランド円は7円台前半とやや低迷というか、まあ出遅れ。前回の動画の時は7円台だったと思います。9年ぶりの高値水準まで上昇しているメキシコペソ円と比較しても、まあ出遅れ感があります。南アフリカランド円は高金利通貨ペアの中でも上下の値動きがあるのが特徴で、言い換えると安値で買えるチャンスが時々来ます。メキシコペソ円は比較的値動きが硬いです。で、私が南アフリカランド円スワップ投資をする場合の考え方、例を公開するので、今回公開した例を推奨しているわけではないので、ご自身でやるかやらないか、どんなやり方でやるのかということをご判断ください。はい、今回もここは読み上げません。主要各国の政策金利、南アフリカの中央銀行と他の国地域と比較したものです。南アフリカ、高いことは高いんですけども、メキシコよりも低く、ハンガリーよりも低いので、ここらあたりには、スワップポイントの金額というか、資金効率ではちょっと劣ります。はい、で、史上最安値などを確認しておきたいんですけども、史上最安値は約 5.6 円。2022年4月ということなので、コロナショックの少し後ぐらいにつけました。で、ショック安があった時のスプレッド拡大まで考慮すると、まあ、5円台前半まで下落しても耐えられるような買い方はしておきたいところです。次から設定例です。はい、例その1、為替レートが 8.2 円で、このスワップポイントが続いたと仮定して、7万通貨で始めた場合、この設定例その1のみ、スタート時のレバレッジ2倍切ります。FX の中長期投資ではレバレッジ2倍以下に抑えましょうという考え方広がっているんですけども、この例だけが唯一2倍切っております。はい、スワップポイント計算してみると1年間でこれぐらいの川残用となって、年利期待値、こちらも川残用なんですけども 16.2% ぐらい。強制ロスカットラインの目安が 4.0 円台ということで、保守的なラインなのかなと。ただ期待値が他の高金利通貨ペアと比べると物足りないのかなということで、この数量を引き上げたのが例その2です。為替レートとこのスワップポイントが続いた場合という条件は同じ。この設定例2ではレバレッジ2倍を超えてきました。数量を増やしているので、1年間にもらえるスワップポイントの川残用、ここ増えて、年利期待値のパーセンテージも上がります。その代わり、ロスカットラインの目安が少し上がってるんですけども、それでも史上最安値はカバーできているので、そんなに攻めた買い方設定ではないのかな。じゃあ、ここを9万通貨にした場合どうか。前提条件同じ。はい、レバレッジは 2.5 倍まで上がってきました。その代わり得られるスワップポイント、年利期待値は高くなります。20% 超えてきました。で、強制ロスカットラインの目安はいくらかというと、5.0 円台なので、史上最安値はカバーできています。個人的にはリスク&リターン考えた時に 0.3 ぐらいがいいのかなというところです。では、さらに数量を引き上げたらどうなるかがこちら。はい、スタート時のレバレッジが上がって、
スワップポイント、得られるスワップポイント、そして年利期待値も高くなります。ただ、強制ロスカットラインの目安も上に上がるので、5.4 円台。史上最安値は、まあ、ギリギリカバーかなと。先ほどの9万通貨、物足りないよっていう方はこちらになってくるのかなっていうところですね。で、次は、おすすめはしませんけども、もうちょっと数量引き上げた場合どうかっていうところです。はい、レバレッジ3倍まで上がりました。そしてここも高くなって、年利期待値 25.5% なんですけども、史上最安値カバーできないので、まあ、ここまで行くとちょっと、数量が多いのかなというところです。最後に、為替変動リスクがあります。為替が下落するリスクがあります。そして、史上最安値っていうのはこの動画投稿時点のものなので、これを更新しないとは限りません。そしてスワップポイントの変動リスクがあります。今回191円が続いたらという仮定でお送りしました。これが減ったり増えたりする可能性あります。そしていつもお伝えしていますけども、数百万円とか数千万円とかの大きな資金である場合は、一社に全額投入よりも数社に分散がおすすめなんですけども、まあ、今はライト FX さんのライトペアがかなり高額なので、まあ、分散どうかなっていうところですね。はい。で、私も、運用中のルーピー普段の南アフリカランド園の買いの設定例と検証結果、8ヶ月間の検証結果は動画概要欄に URL 貼っておきたいと思います。リピート系 FX だったら、まあ、どれぐらいのリターンなのかっていうところですね。そして、南アフリカランド園のスワップポイント、不定期で調査しております。その調査結果や他の通貨ペアのスワップ投資の例の、まとめ。そして、リピート系 FX、松井証券さん、ループイフダン、トラリピなどの設定例のまとめ、タイアップキャンペーンに関しても動画概要欄に URL 貼っているので、そちらもこの動画見終わった後にでも見てみてください。この後告知です。はい、ライト FX さんと私のブログサイトでは限定タイアップキャンペーンというのを開催しているので、私のブログサイトを経由して口座開設された方がお得なので活用してみてください。ということで、今回はスワップポイントが増額になっている南アフリカランド園のスワップ投資の例をお送りいたしました。これ以外にもいろいろな投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録とこの動画の評価お願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。